日本原子力研究開発機構は避難計画を作る範囲を半径5キロ圏にとどめることなどを目的に常用の熱出力を抑えて運転するとした審査を申請しています。原子力規制委員会は安全性よりも実験を優先しているなどとして機構を厳しく批判し審査を保留しています。こうした批判を受け機構は再検討し炉心を組み替えるなどして最大熱出力を下げ10万キロワットとして安全審査を申請する方針を固めました。ただ重大事故が起こった時の対策も未だに不十分だと見られていてこれで審査が始まるかは微妙な情勢です。